京子と聖夜のスパイスオブライフゴールドーお元気ですか京子ですどうも松本聖夜です京子と聖夜のスパイスオブライフゴールド,ーールドーさあ今週は事務所設立30周年を迎えたオフィスオーガスタのその30年を振り返る企画オフィスオーガスタの30年その第9弾をお送りしますもう第9弾ね私も思った 結構やってるんですねで塵も積もるぱりなってくるものですよすごいなあさあ前回は史上最大のシンガーソングライター浜端洋平さんそうですね的平さんにはいはで順番的には私の目の前にいらっしゃる松村誠いさんとなるわけでございますがここでちょっと変化球を投げていきて変,化球変化球を まあ、あの弊社のちょっと細かい事情を申しますとで本体オーガスタっていうのと、はい、あとバンドワゴンっていうよ、うん、まあセクションがございまして、そのバンドワゴンに所属しているのが、今回取り上げる、竹原ピストルでございます。ピストルさん来ましたね、万を持して。万を持して、またピーちゃんもね、はいこう、いろいろあり、オーガスタに所属してくれてはいるけどもね、ねうん、いろいろありました、うん、そこらへんも話せるのかなということで。うん バイスオブライク。どうも。改めまして京子です。どうも松本幸也です。ということで今週はオフィスオーガスタの30年。さあその第9回竹原ピストル君についてお話ししていきます。はい。それではムロく簡単にプロフィールを。 はい、えー。竹原ピストルさんは、1976年、千葉県千葉市出身。えー、1999年に浜野博親さんとともに、フォークバンド、ヤコゼンを結成。後にオフィスオーガスタに所属し、2003年にメジャーデビュー。2009年にはヤコゼンの解散を発表、インディーズのソロミュージシャンとして活動を開始。えー、そして2014年、オフィスオーガスタへ再所属。 えー、2017年には「NHK 紅白歌合戦」に初出場「ようそこの若いの」を歌唱されましたと簡単にですがこんな感じでございます、うん、なんか初めて会ったのは本当に覚えてなくてだけど私なんかもういきなりライブハウスに行って見てたのをすごい覚えて、はいえー、なんかかっこいいなこの二人組って思ってそれはデビュー直前ぐらいですか えー、もう直前前ですね<ー>あのまだだデビュー前だったと思う,うで下北のシェルターとかでライブやってるのをもうなんか急いそいそ結構矢小膳としてのライブ見に行ってて<ー>でピストルが「片岡は夏の匂い」っていう刺繍みたいなの出してその中の「金属バット」って、まあ、あの曲にもなってるんですけども何、うん、な,な,なんだこの。 歌詞の世界はっていう胸をグッとえぐられたりあったかくなったりっていうすごいなんか気持ちをこうわしづかみにされるで大好きだったんだけどまあオーキャンではたまに会うけどでも彼らの活動もすごく忙しかったしなかなか会えない間に「や行前やめたんだっよ」っていうのをちょっと聞いてでもなんかいわゆる。 大笠キャンプで「福耳です」ってやる時のノリじゃないのかもなっていうのは感じてたうん,うん、うん、で私は大笠に入ってる人が全員大笠キャンプでみんなでやろうってやらなくてもいいとは思ってたけどうん、うん、まだその頃の大笠ってこう全員で足並み揃えてみたいな雰囲気があってうん,、うん、なんかそれも感じたのか、まあ、まず大笠やめて、うん、横前は横前で頑張ってた。 大さんのスタッフがもう本当に親子連が素晴らしいと思ってたから、はい、あのお手伝いにずっとみんな行っててで、えー、これだからピストルもでこれっていうのかなアルバイトいろいろ頑張ってたみたいで、うん、千葉のホテルのシーツを買える。うん ところがそこのほらバックステージとかちょっと休憩するじゃんみんないろんな方とそうするとそこのおばちゃまだ方からまた大人気になってしょうねめっちゃわかるあの永遠の人たらしぶりもう本当にみんな好きになっちゃうじゃんあの感じだからそれがもうまんま歌詞に出てるって感じですよね そうですねだからそのまたその2014年に再所属とそうですねそういう流れがあるんですねだから大キャの時に「帰ってきました」みたいなね言っててでその「隙間スイッチ」と同期だから「そうですね年ね隙間降りてんのに何でおめえは降りてんねって言われてるとかってもう MC で言ったらもうまたその会場のみんなも「 P ちゃんを好きな方確かにそうですよね P ちゃんお帰り <laughs> でみんなあのバックステージのテレビで見せたんだけど、うん、モニターで、うん、みんなもうブーブーなんでお前だけ好きになられちゃったみたいな <laughs> ちょっとジェラッスみたいな、ね、いそのパワーありますよねありますよ、うん、不思議な方ではありますよねうーんすごい、うん、じゃあ曲1曲聴いていただきましょうかはい。はい えこちらはですね初の紅白これ2017年ですね初の紅白で、えー、ピストルさんが歌われた曲です竹原ピストルで陽この和解の聞いていただきましたのは竹原ピストル陽この和解のでした今週は、えー、昨年11月に設立30周年を迎えたオフィスオーガスタの30年を振り返るオフィスオーガスタの30年あお送りして、はいませんということで そしたら松室聖夜様が思っている知っているピーちゃんのピストル君のエピソードそうですねだからその、うん、えっと2014年のもう一回オーガスタ戻ってこられた時のオーガスタキャンプが僕初めてオープニングアクトにるオーガスタキャンプでまず最初にその 僕らのオープニングアクトは全然外のテントやって楽屋は<ー>で皆さんに挨拶するっていうんであの山中湖のなんか建物の中に、うん、上がって皆さん挨拶して、うんえー、一番優ししかったのがピストルさんで本当、うんうん、めちゃくちゃ優しかったしその後も僕らのテントの方にまで来てくれて結構しゃべってくれたりとか緊張ほぐすためにとか。 なんていやるなちょっとしくじったなやってよかったないやそれめちゃくちゃ印象に残ってるんですねでもともとね矢小禅も僕聞いてましたしなんかちょっと曲だけ聞いてるともしかしたらちょっと難しい人なんかなとか怖いんかなとか怒られるんかなとか勝手にイメージ持ってたけどこんなに優しい人なんやっていうのをその時感じたのが結構印象深いですね愛が深いよねそうですねあと映画も結構出られてるじゃないですかであの 長いに出会えてた時にあの本木さん主演でピソさんも出てて僕それ映画館見に行ってすっごいよかったからピソさんにメール送って「あのめちゃくちゃ感動しましたよかったです」って言ったら「ああの見に行ってくれたのありがとうね」って「まっつん好きそうな話だね」って言ってなんかその僕が好きそうっていうのも分かってくれてるのがすごいなんかなんかもう全てにこうなんか気を巡って。 らせてる、そうだね。方なんやなと思いました、ねね。あのちょっとゴリラみたいにでっかい感じですけど、<laughs> うん、あの細やかだよね。そうです、ね、気持ちが、うん、だその分なんかすごく繊細というか、あ<ー>もうアーミーとからいろんなことを緻密にちゃんと組み立てて、うん、ライブに臨むタイプだからね。うん、絶対そうですよね。うん あっってってもあとああそれはなんかの時にこの番組でも言ったけど、はい、ほら配信だったじゃん、はい、私たち、うん、あの去年も一昨年もちょっと続いて配信だったんだけど、はい、あの時に私と山があがオーガスタショッピングみたいなやってる時にさ、うん、ちょっとこう空いてる時間だったじゃんそ、うんうん、したらそのガチで大体、うん、いいみんなあのぶっつけ本番だったのに、うんうん、ガチでよく。 キーコイで歌ってリハやっちゃってて、その無駄な音出してて音が音入ってるって歌ってる。確かに結構もう歌われますもんね。ちゃんとこう緻密に作られる。あれで声が潰れないっていうのがね。そうですよね。すごいです。いつもパワフルですか。それでまた思い出したあのいつをライトママ深みみの曲で僕が曲を書かしまってシーサラさんでっていうのでレコーディングの時にえっと 2A のお。 2A をこう半分に分けた時に前半が洋平さんやったんですよ。うん、で、後半がピストルさんやったんですよ。うん、で、まあ 2A なんで洋平さんがちょっとこう崩して歌っていいって僕に来てて、あ、ぜひぜひやってくださいみたいな、うん、あのー、崩してんでかっこよく崩して歌ってくれたんですけど、うん、それを聞いてピストルさんが、うん、やめてくれよと。<laughs> <laughs> 俺はもう、このデモで聞いてきた、これをしっかり練習していきたいから。<laughs> その後俺はどうしたらいいね」ってこうなんかすごいねみんなで笑ってたのを今思い出しましたねあ本当あ平さんにそれを言ってたのを思い出しました面白いねめっちゃ面白かったそういうレコーディングの映像とかね見たいねそうですよね撮ってないのかないやでも映像はずっと回してるから世には出てなくても絶対何かしら残ってると思いますよそういうの30周年に向けてい確かにいいですね公開映像みたいなね そしてなんといっても真骨頂はライブでございまして、うんね、だからオーガスターをやめて、えっと、ヤク瀬も解散して一人でやってる間本当に全国病院のロビーで歌ったりとか、えー、そう病院のロビーで歌ったりとかもう本当にちっちゃい10人ぐらいしか入れないような喫茶店で歌ったりとかで。 もうすっごい細かくやってたのて。<ー>であのう、N. H. K. とか出たじゃない。はいはい、でも、また、もう、もう、それが三回り目ぐらいだったのが全国。はい、やっぱり、もう。全国でみんな。 例えばお水を用意するけど、はい、ラベルがピストルのラベルを作ってくれたりとか<ー>もうねピクミンブルームだったら巻クアプリ作ってもオリジナルでアプリね作った巻花巻ピストルさんいですいねでもそのぐらい今でもやっぱ細かくねいろんなところに行かれてて。 ピストさんのパワーはもうちょっともうモンスター級というか、うんいつ見てもちょっと圧倒されるライブですよね。そうだよね。うん、だからあのほらえっとアメイジングレースにはい、はい、あの歌詞を載せてやってる時も、うん、自分のこう愛してる人が、うん、なんか例えばちょっとした病気だったりとか、うん、そのオンタシと戦いたいっていう、うん、初めてライブで聞いて、うん、もうなんかボロ泣きしちゃって。 えこの人一体何ていう人なんだって思っておりますけれども、うん、確かにねえー、今ねやってる弾き語りツアーも5月初めからもずっとまだ続いてると本当に全国津々浦っていうけど、うん、本当に津々いう,らうらいやそうですねもう、うん、でもほんまにもう日本でそういうふうにやられてるミュージシャンの方ってもう数少ないと思うんですよ、うん、その中のもトップですよねだからライブハウスほら大傘自体も,ももちろんこう、うん いろいろセッティングがするけど、ピーちゃんがもう単体で、あそうかんじゃこの男は絶対やりたい場所だからって言ったりとかもね。各地の人も来てほしいですもんね、ピストルさん。本当に。いやすごいですね。楽しみなさまの街にも行くかもしれませんけど、ぜひ生でも一度、竹原ピストルちゃんを見てください。 じゃ最後に京子さんが曲はい私数々名曲ありますけれども「俺のアディダス」でこれはダウンタウンの松本さんにねアディダスを頂いてそのことを書いたって言っててもちろん歌詞はいいんだけどサウンド面で元コイルの佐藤洋介が加わってて。 やっぱりヨウスケのそのピストルにちょっとデジタルなサウンドを加えるっていううわお見事な仕上がりっていうちょっとあの跳ねた感じのね、うん、あれめちゃくちゃかっこいいなんか私オーガスタのスタジオで作ってて、はい、今ちょっとできてるんだよって聞かせてもらって、えー、うわってねうなったのを覚えています、えー、はいじゃその曲はいそれでは聞いてください竹原ピストル俺のアディダス といやの「スパイスオブライフゴールド,ールドいかがだったでしょうか「はい、オフィスオーガスタ」の30年,30年、うん、第9回竹原ピストル編をお送りしました、うん、まあピーちゃんほらハッタンピーちゃんはたもとひろくんが受0周年の時に<あー> <laughs> あのハッタンピーちゃんという,もう愛あるラップのような、ね、だって畑がの手を「ようようよって。はい 私あ、これも、この番組よく言ってますけれども、畑元宏くんと、あの、ハンドマイクで、なんか、向かい合ってなんかで歌いたいって言ったら、はいはい、その時のマネージャーに、畑はい、はハンドマイクなんかで歌いませんって。<laughs> さあ、前日のリハで、ピーチャーと言おうって <laughs> もう私、山に、見た山見た山って言って。<laughs> あれ、衝撃でしたね。でも、<撃>結局やっぱもう、あの、好評で、次の年もやってましたもんね。というのは、うん、えっと、次の年、うん 半投票やっミンテが好きな曲、うん、そしたらなんとあれが1位だったんですああそうかでやったんで僕も参加したんですよ次の年のやつあそうだよねそう楽器ででメンバー紹介の曲も作ってきてくれてそう,だそうそうあれも感動しましたねそうだそうそう,そう素晴らしいね、はい、もう仏みたいに <laughs> 確かにブッダみたい <laughs> 拝んじゃう <laughs> さあ、はい、次回はどなたかな、はい、お楽しみにそれではまた来週京子でした。松本也でしたババイバイ,バイ,バイ